立ち取れ、挑む者はいない。はい、ちょっと闘技場使えるようにしたんだけど、これはねちょっとね裏でやった方が良さそうなので、闘技場は裏でやります。はい、ちょっと別のクエストを進めよう。カルラとはあれだな、拠点に戻るになってたから、一回こっちのあたりをちょっと探索していこうかな。なんかちょっと乾燥してそうだね、ここら辺。砂漠？あれ、なんか、ハウルの動く城みたい。あそこじゃないのか。あそこは何なんだ？え？なに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 ？人、上？なに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 ？なんか急に人に襲われたのかと思ったらさ、こいつだったわ。仲間呼んだな、お前。どこだ？あれ？あ、いた。うわー、ごめん、なんか逃げてきたのに助けらんなかった。あの人ぼーっとしてたわ。オセラムの流れ者が死んでしまった。あ、真ん中のは何？ここにも焚き火あるな。この真ん中の建物がめっちゃ気になるんだけど。あとで来んのかな。一旦こっち目指すか。あとで来そうじゃない？使わないってことはないだろうから。ほい、豚肉。あれ？こっちか。あ、そこか。なんか見覚えのある。困りごとでもあるのか。この間テナークスが言ってたやつらだろう。あ、グリーンチャイある。クイックセーブ。なんか夫婦みたいなのいるな。いやー、さっきのオセラムの人さ。この人たちの知り合いなんじゃないの？助けらんなかったよ。ルンダ。なんとか切り抜けるさ。約束する。今は少し休め。どうした？なんてことないと言いたいが、ここまでの不運に見舞われた遠征というのは前代未聞だろうな。アサリアが。ケルフの仲間か。ああ、よくわかったな、そんなこと。鎧のためにここに来たのか。計画通りにはいかなかったようだな。
まさにその通りだ。上等なローラーバックの部品を見つけたところまでは良かったのだが、そこに砂嵐が、道具はほとんど吹き飛ばされ、逃げ込んだ先がテナークスの野営地だった。で逃げた。だが砂嵐が収まってみると、食料の半分を失っていて、機械やテナークスに対して無防備な状態でここに。手を貸してほしそうだな。アーロイだ。ルンダだ。ただで頼むわけにはいかない。契約書を作って仕事を依頼する形でいいか。契約書、その必要。契約書あれか。それがアサリアの流儀なんだよ。黙って受け入れてくれ。なんか小難しいこと書いてあるやつね。3つあるな。ここだと敵に襲われても上質なベローバック。防御を固める方法はないのか。この近くの遺跡でベローバックがいるのを確認したんだが、奴の資源サックが無傷で手に入ればそれを活用することができるんだ。罠が作れる。できれば頼みたい。そうか、いいだろう。失われた食料。食料が足りないと言っていたな。テナークスから逃げた時にほとんど失った。あれを砂の中から嗅ぎ分けられるのはブリスルバックぐらいだろう。そうかもしれないな。調べてみる。それは助かる。で、失われた道具。道具をなくしたと言ったか。ああ、砂嵐の中だったから場所ははっきりしないが、大体の見当はついてる。詳細は書いた。道具が戻ってくれば野営地をもう少し整備して環境をよくできる。後で目を通しておくよ。よし、取引しよう。わずかだが取引できる品物。あ、お店で買えるだけか。これわずかだね。また今度にしようか。よし、上質なベローバッグ。これ多分契約書がさ手に入ってんのか。あ、これね、契約書。失われた。これか、契約書。失われた食料を。上質なベローバッグ。よし。で、よし、ルンダに ルンダのところに戻る。これ今回収しちゃったけど大丈夫かな。ルンダ、ベローバックを倒した。これで防御を固めるための部品が手に入るはずだ。ありがとう、アロイ。これでみんな安心して眠れるようになるな。なんか顔についてる。受け取ってくれ。仕事の報酬だ。おう。ありがとう。助けてくれて感謝してる。気をつけてな。上質なベローバッグ。あと失われた道具と失われた食料。ファイアブリッスルバッグオーバーライドができない可能性あるな。あ、野営地じゃない、壁地キャンプ。なんか話聞ける。噂を聞こうかな。石膏の一人がここから南西で遺跡を発見した。おう。
俺も行ってみたが、特に収穫はなかった。そうなのか。何か見落とした気がしてならないんだ。うん、まあ、ただの気のせいかもしれないが。次はうまくいくさ。新たな遺跡。オセラムが見落としたものがあるかも。新しいクエストか。お前迷ったのか。これは驚いた。まさにゴミために宝石だ。なんだと。お前待てよ。あんた例のノラか。救世主様、助かったぜ。騎士改正ってやつだ。どうしたんだ。発掘屋のポルガ。発掘屋。ポルガ発掘隊兼高級発掘器具調達隊の隊長だ。うん。助かったと言ってたが、なぜだ。最悪の状況で途方に暮れててよ。実は俺の発掘隊がちょっと事故にあって。そうなの。古のものが作った秘密のトンネルが新たに見つかってな。俺と半数が先に通って、残りは後から来る予定だった。だが数日後に現れたのは怯え切った男一人だけ。そいつは俺に死の闇から逃げてトンネルが崩落したと。でそのまま死んじまった。なあ、トンネルの東側なら行ったが、瓦礫で塞がっていた。遺体も見かけた。きっとお前の隊員だろう。他のものは見なかった。あんた声がでかいって。残った連中がビビっちまう。ビビっちゃう。辺りの安全が確保できるまで発掘はやらないって言ってやがるんだ。仲間を半分失ったのにまだ発掘を。ここでやめたら死んだ奴らも浮かばれねえ。それにあんたもいるし、突破口が開けるかもしれねえじゃねえか。トンネルの開通を手伝ってくれたらそれなりの礼はさせてもらうぜ。うん。乗ってみるかい。礼次第だな。質問タイム始まった。え、トールネックの噂もある。カージャ族と一緒だったのか。お前の発掘隊の中にカージャはいたか。アマディスという男だ。お、途中で旅人を雇うことはある。カージャとかバヌークとかな。プリスーばっかが歩いてきてる。名前は知らねえ。石膏なら知ってるかも。あいつは誰とでも仲良くなるからな。確か今は脱出経路を探しに出てる。殺されなきゃ時期に戻ってくるはずだ。そうか。タナーが探してるやつだっけ。アマディスって違うっけ。キャンプが活動の拠点なのか。そうじゃなくて、残りの連中と合流して南に行く予定だったんだ。砂丘の向こうを発掘しにな。だがトンネルが安全になるまでみんな動かねえと言ってる。ここに名前までつけてな。僻地キャンプだと。僻地キャンプ。バカにしてんのかっての。なあ、してるな。遠征隊。どうやって秘密のトンネルのことを知った。本職の勘ってやつだな。場所を嗅ぎつけるのも発掘屋の才能だ。実は3人のオセラムがトンネルを使ってテナークスの領土を迂回し、うん、西部で発掘してるって聞いてな。まあそんで雇うことにしたってわけ。追跡と探索に長けたやつをな。スパイか。いいか、噂が本当なら相当な規模の発掘が見込めるんだ。だが誰かが先に行って拠点を作って補給ルートを確保して機械からの防衛体制も。オセラムにかかれば砂もシャードになるか。この通り。トールネック。オセラムがトールネックの部品を狙っているところに出くわしたが、なぜだ。ああ、あれか。これ本当か。この砂漠はお宝の宝庫だってのにわざわざトールネックを狙ったのか。あいつらも意外にバカだな。お前の隊の一員だろ。そう思ってた。これ先にトールネックやっちゃったけど、あいつら勝手に行動し始めた。先にやってなかったらちょっと会話変わるのかな。トンネルの秘密が漏れる心配はないな。全員殺された。はっ、報いを受けたのか。トールネックなんかに手を出すから死んじまうんだよ。周辺地域。ここについて教えてくれ。まず北には凶暴なテナークスどもがいる。水の代わりに血を飲むって噂だ。それで荒れ地を生き延びるってな。南にはいろいろある。地も砂漠もお宝もな。つまりだ、歪んだ鉄で作られた古のものの遺跡が砂に埋もれてるってわけさ。だがどのお宝もグリントホークの群れが可愛く思えるような獰猛な機械と嵐に守られてる。遺跡の深部はテナークスですら避けてる。特別勇敢な探検家しか行かない。お前はどうだ。行くさ。
いずれはな。いずれはな。真顔に戻った。トンネル行こうかな。ははっ。お前のためじゃなく、ここにいるみんなのためだ。そうだね。同じことさ。方角はあっちか。やらないと済まないからな。うん、ついでに鍵付きの箱も探してきてくれないか。鍵付きの箱。方角の連中が荷物を持ってくる予定だったんだ。できるなら回収したい。お袋の手作りの箱でな。本当に？見つけたら持ってくるよ。感謝するぜ。そんじゃ気をつけて。目合わせ。こっちもクエストか。これ全くねじれたバネみてえな跳ね返り女だ。叩かなくたっていいだろう。みんな今頃たった一人でさまよってる。野営地外は危険がいっぱいだってのに。誰のことを言ってる。名前は知らない。無口で恥ずかしいんだか怖いんだか知らないけど、ただ自分の持ち物に近づかれるのだけは心底嫌がってた。そうなんだよ。ちょっと見ようとしただけなのに俺を殴ったんだぜ。あんたの顎なんて知ったこっちゃないよ、このバカ。あの女の子一人で外にいるんだ。ここはテナークスの領土だってのに。どっちに行ったんだ。西へ向かった。どうか探してくれる。探そう。気をつけろ、あの女は危ねえ。あの女、え、その行方不明になった子。言葉のトゲ、これ以外はないかな。武士。なんかさりげなく教えてくれてる。武士。あれだね、ブリッスルバッグを。ブリッスルだ。ファイヤーブリッスルバッグだからダメなのかな。なんかマークついてないもんね。とりあえずあれが近いから、あれをやってしまおうか。ルンダの一団が道具をなくしたのはこの辺りか。探してみよう。あれが契約書に書いてあった台車だな。でも中に入ってるはずの道具がない。もっとよく調べてみよう。調べられる？台車を荒らしたのは道具を盗んだやつだろう。道具を盗んだやつ。フォーカスを使えば何かわかるかも。なるほど。これか？損傷した物入れ。くらいか。木箱。爪痕だ。グリントホークに。グリントホークが持ってったの？爪痕がある。大きいな。寒いな。どちらにせよこの爪痕のやつが道具を取った。なるほど。もう一度やつらが来るよう。抜き出せれば巣まで追いかけられる。バロアを倒す。バロアいる？あ、バロアいる。いい餌を見つけた。いい餌。こいつを倒せばいいのかな。よし、どこかに隠れてよ。オッケー。これ隠れとけばいい。清掃機械が現れるのを待つ。うわ、来た。あとを追うの。気づかれずにサンウィングを追跡する。早いなあいつ。結構こっち向いたりする。
何してんだ。あ、休憩だったの。休憩だった。あ、やばいやばいやばい。どこ行った。見失ってしまう。危ない。え？ついたけど。倒していいの？サンウィングの追跡終わった。これちょっと待って。え？サンウィング追跡するになってるな。まだ移動するってこと？とりあえず見といた方がいい。あ、移動した。どういう飛び降り方？何やってんだ？すごい警戒してるじゃん。おお、あんなところに落としてた。びっくりした。ここがサンウィングの巣か。連打の道具があるというか。サンウィングの巣を調べる。あれ、こいつもなんか生きてるやつ。